今年の先発の中でポテンシャルだけを見れば一番と言ってもいいのがアメズである。体のサイズなどスケール的には大谷翔平レベルであり、プロ野球では無双する可能性すらある。一番ネックなのは入団時から怪我が多いことである。プロとしては継続して結果を出すことが一流の証であるので、梅津はこれからプロ生活を充実させていってほしい。右肘内側側副靭帯再建術、通称トミー。上手術を受けてから梅津はこの2文字を胸に留める。不安なのでどうしても投げすぎる。過去には春季キャンプで1日に100球以上投げ込んだ日もあったが、今年は1日に多くて50球前後。さらに試合前は欠かさず取り入れた遠投も止めた。やらなくても出力が出た。肩肘の負担を減らすために何が必要なのかをもう一度考えています、という。まだ開幕に向けてはアジャストが必要ですね。肘の不安がなくなったのか、怪我前の力みまくって体が開き玉が合わずる悪い癖が戻ってきているように思います。ストライクゾーンで勝負できる球威を持っているので、制球を上げてほしいですね。入団時から梅津投手には期待している。怪我が多くフルシーズンの活躍がないが、今年こそフルシーズン活躍してほしい。背が高いしイケメンだし、大谷さんみたいな投球フォームだし、早く全国区のスターになってほしいです。梅津も制球が悪いと球数が増えて6回が限界にできますなる。しかも間隔空けないとダメ。これなら松葉と根尾の方が頑丈でローテ組みやすくて良いかも。梅津は勝つのコースにするのもありじゃないか。先発6回リリーフローテができる投手陣だし、左肩が上がって投げに行くので強く投げると球が空く。肘へ負担もかかるので故障が怖い。今中さんが指摘していたと思うのだけど、周囲も本人も感じていなかったのかな。それでも抑えるのだからすごいが、梅津の最大の課題は怪我でも制球でもなくて、ラテン系よりも気が短いんじゃないかと思うほどのイラチだからな。メンタルで自滅しないようになれれば安定した戦力になれる。内容的にはまだまだですが、怪我明けなのでしっかり調整して調子を少しずつ上げていってほしいと思います。梅津投手が復活&覚醒してくれたら本当に大きいです。期待しています。怪我する前からピッチングの内容はこんな感じだったと思う。ダイヤの A の古谷みたいなピッチャー、制球難のまま終わるか、荒れ球として生かせるか、欠点を消そうと思ったら良さも消えちゃうケースも少なくない。梅津も割とよくいる完璧を求めすぎて力を発揮しきれないタイプなのかな。そんなピッチャーが完璧を求めることをやめた瞬間に覚醒したかのように活躍しだすなんて例割とあるように思うんだけどな。松山みたいに打てるものなら打ってみろって投げたら早々打たれるピッチャーではないとは思うけど、多いよね。中日は自信がないのか、かわそう。かわそうからのフォアボール。いつも球速にこだわりすぎて力んでいるような投球に感じる。普通に投げても速いんだから数字を気にするのはやめた方がいいと思う。セットポジションで投げる方が向いてる気がする。しかし今の投球フォームがかっこいいので、理想はもう少し力を抜いて制球できれば。怪我から復帰して今年は期待しています。登板間隔を空けてフルシーズンで活躍してください。ちょっとコントロール悪すぎ、とてもローテーションには入れません。松葉の方が上だわ。もう少し制球磨いてよ。抑えたけど内容的には開幕ローテに向けて半歩交代した印象。次回までに修正できるのかな。そりゃまあ無四球で無安打で無失点で抑えられればそれが一番いいんだろうけど、長いシーズンではそんな絶好調な状態の時ばかりじゃないはずだから、調子悪くてもなんだかんだで9位で押し切って結果的に1失点だったのならそれはそれですごいことなのではとも思う。見ていて面白い投手だから離脱しないでシーズン終了まで投げ抜いてほしい。他のチームと比べれば投手力は高いと思います。しかし他球団を圧倒できるほどの差はないのかもしれません。先発投手候補はいくらでもいる激しい先発ローテ争いと言われていましたが、現状は結果が出ていなくても期待値だけで起用しなければ先発投手が足りないようです。同じように球が空くので修正ポイントは動作解析で分かっているのだろう。実際の修正がうまくいかないのかな。相変わらずという感じ。このようでは今シーズンもあまり期待できない。